バニアースは、シリア北西部、タルトゥース県北部にある、港湾都市。カルアトエルマルカブの丘のふもとに広がり、ラタキアの 55km 南、タルトゥースの 35km 北に位置する。人口は、約4万2千人。地中海に面し、古くから、背後の山岳部や農村から出荷される果実及び、木材の輸出を行ってきた。また、 イラクからの石油パイプラインが伸びているため、製油所や石油石出港の方が有名になったが、イラン・イラク戦争や湾岸戦争、その後の経済制裁など、中東情勢の影響を受けている。街の周囲には、緑の丘に囲まれたシトラスの果樹園が広がる。また丘のうちの一つには、十字軍時代の聖油派歴騎士団の要塞マルガット城があり、 黒玄武岩の石材でできた堂々とした姿を見せている。フェニキア時代から重要な港であり、ギリシャ人にはバレミアの名で、古代ローマ時代にはラテン語でバラナエアと呼ばれた。ストラボンの地理市にはバラナエアなどいくつかの海岸沿いの町はアラデスの支配下と書かれている。6世紀の歴史学者、ビサンティウムのステファヌスはこの都市をフェニキアの一部としているが、 実際には、シリア属州に属しアパメアの管轄下にあった。325年の第一2回アコ会議には、バラナエアからも司教が出席している。カトリック教会は、現在もバラニアに名義のみの司教を置いているが、2008年現在は空席になっている。十字軍はこの町をバラニアと予備城壁で囲んだ。また、付近の山の上にマルガット城を建て、 バラニアの南を流れる小川をアンティオキア公国とトリポリ博国の境界とした。1188年のサラーフッティーンによる遠征ではバラニアもマルガット城も落ちなかったがバラニアにいた司教はより安全なマルガット城に移った。1285年にマムル区長がマルガット城を落とした時にはバニアースはただの村となっていた。十九世紀後半にはバニアース周辺には バラニアの廃墟が見られたが、やがて開発により跡形もなくなってしまった。http://penelop.ucago.edu/.tjaer/.e/.roman/.text/.strabo/.16b.html e h i c ありがとうございます。